全女 JWP シングル3大決戦パート3一等入魂パーフェクトバーニング、まずは赤コーナー山田俊夫選手です。さて 3WA のタッグ2度関西とは戦ってきまして、はい、今日が3度目、今日はシングルということになりましたが、はい、やっぱベルト取られてるんでね、今日はトヨタとは別々ですけど、お互いにタッグで負けてしまった相手なんで、はい、お互いにトヨタがにも頑張ってもらいたいし、自分もやっぱ頑張らなきゃいけないんで、うん、頑張りたいと思います。やっぱりキック合戦になるんですかね。そうです、ウェイト的にはかなりハンデあると思うんですけど、やっぱスタミナとスピードで攻めていきたいと思います。頑張ってください。そして青コーナーは JWP のダイナマイト関西選手です。さあタッグのベルトも取って、いよいよシングル対決となりましたが、去年のもう川崎の時から、山田とは1対1で決着をつけたいと思ってたんで、やっとこの日が来たって感じです。どんな形でね決着がつくのか非常に期待されるところなんですけれどもね、もう今日は本当にもう蹴りまくりのもう完全ホールで決めたいと思います、はい、両選手とも完全燃焼してくれるはずです。本日のセミファイナル一等入魂パーフェクトバーニング60分一本勝負を行います。青コーナー JWP185 番ダイナマイト関西。赤コーナー全日本女子プロレス150パンス山田俊夫。レフェリー村山大地。さあいよいよレッスルマリンピアード193もねメインが近づいてきましたけれども、はい、これはセミファイナルということでダイナマイト関西対山田俊夫というですね、まあ、共にこっからスカイドということなんですけれどもね、シングル初対決ですね、はいはい、どうですか注目はやはりキックバスですかね。そうですね、さあそしてまたまたお楽しみのゲストご紹介しましょう。ライブの足はオラキューティー鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあイルミネーション良かったじゃないですか、キャプテン。すごいですね、これね。見られないですからね。おっと、数は来た。あの辺のね、シックの醍醐味、この辺りに注目ですけども、あー、まさに割ってみた。何かこの、ハイスパーですね、乗ってからね。山田選手が随分細く見えますね、はい、関西と相対して。そうですね。暑いですね、あの体の厚みがやっぱり。結構体重差も違いますよね。15キロ、20キロぐらい違うんじゃないですか、これ。山田としてはどのあたりで、まあ、調子を乱していくかっていうのは考えてるんでしょうけど、うわっ、ですね、山田選手さん。山田選手は、小島の秒では勝ちますよね。小島ではね、一つの重さでは完全に負けてますよね。そして、コーセルがプレイました。今回のこのホールに入る体勢とか、すごいですよね。さあ、グイグイ締め上げます、ね、ハンサーブライナーと一つの技は重いですからね。重い、ユーキーさんの持ってその重いですか。何度となくやってる。目の前が真っ白になったけど、ちょっと気づきれないぐらいの体も吹っ飛ばされちゃいますね。選手はもうすでに対戦場ってことでは打ったアジャとすでに戦ってますから、はい、もうキック系の選手ということでは山田選手のシングルが非常に興味深いですよね。そうですね、
横浜でのね、堀田さんの試合なんてのは本当に良かったけどね。ああいったピリピリとした雰囲気の再現、再現というのはなるんでしょうか、この山田さんなんですけど、一発の一撃必殺の必殺技をですね、持っているという点でダイナマイト関西有利という感じがしますけど、なるほど、関西の新天国じゃなくてスプラッシュマウンテンで、あれはちょっと必殺技じゃないかなと思いました。あるいは山田が今明日ゴリリスペシャルで関西を務めるというところですかね。そうやって必殺技を比べちゃうと、なんか関西の方が破壊力あるという感じがしますけど、そうですか。スタミナでは山田さんの方が全然上だと思います。なるほどね、山田選手はいっぱい技持ってますよね。技の数は多いですね。意外とパワーあるからね、持ち上げてきたらどうでしょうか、軽々と感じてますね。確か川崎でしたかね、何度かバックドロップ何連発食らって、フリーダムウェイで最初に、3本勝負だったのね。確か関西から山田がホールを奪っていたと思うんですけども、そう、ダメドロップキック、高さがあります。あっと強烈な蹴り、おっと真っ向からノーガードで受けている関西ですが、でもなんとなく今やってる本人たちはそんなことはたまんないだろうけど、大魔神さんに蹴られても何とも安心って感じしますよね。絶対に壊れないだろうというね。関西の、あ、これですね、これが山田のパワーの見せどころなんですけどね、その肘を巻きつけてそのまま持ち上げてしまうという荒技ですが、そばで見るとこのピンクのすごいですね、色味が、ね、ピンクだったと思ったら、うん、線がポン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 入ってなんかね、ボツボツなんかね、鱗みたいな、鱗みたいな、ボツボツ強調したらちょっと着れないボツボツ強調、ここからね、持ち上げられない山田ですが、1つだけになってしまうか。いや、ダイナマイト関西選手を持ち上げたらすごいですね。すごいですよね。まあ、かつてでもブルを持ち上げた、あ、そうですね、ありますからね、山田も。関西何するモードというですね、心を気にしているんですけども、ちょっとの時間になったか。関西は山田どう見てるんですか、ゆうきさん。どう見てんですよね、やっぱりでも最後のタックルね、やっぱり5分経験ね、あまり聞いたことはないですね。やっぱりね、いつかまたアスリーガフェイブに挑戦してくるかもしれないですね。当然この山田あたりは何らかの話で絡んでくるんですよね。このあたりでシングルでガツンと叩きのめしておこうなんていうふうに考えてますね。それは考えてるからですよね、絶対負けられないと思ってるし、さあこの大舞台、リファイナルですかね。この粘っこい攻防かなり続いていますが、山田のパワーが止めるわけです。強烈に山の門を蹴っていく、あーっとすごいハイキック、後頭部にヒットした。して蹴り始めた関西ですが、もう喧嘩ファイト、あっと強引に持ち上げて、うわーっとすごいパイルドライバー、関西は一発ですからね、ド迫力ですね。また山田選手のパックっていうのは連発できますけど、蹴る場所がそんなに定まってないですからね。連射で蹴るとか見てないと思いますよ。数が来るんですよ、ちゃんと関係してますけどね。まあ、それがまた山田の魅力でもあるんですけど、山田関西はやっぱり思うんですからね、よいしょって感じで一発来ますよね。振り向いて吹き飛ばされますよ。山田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 、どっしりと腰を落とされますよ。やはりこのくらいの体重差ありますと、あそこまでどっしり腰を落とされると、ちょっとこれロープが本当にロープが危ないですよ。座っちゃってますからね。ビーバー山田。そのあたりで体力を温存して、足を外れ、あっと外れ。そうです。ちょっと服が甘くなってきます。来てますね。これ逃げないとね、長い間食らっているとスタミナを消耗していきます。ここで。強烈に腰
足のあたり、どうやら関西山田の腰ですか、狙い定めてるようですね。新というニューブロックを後頭部に落としていったダイナマイト関西。あーっと危ない危ない、あっと外しちゃった、あっと入れるかな、あっとブレンバスター高速だ。キングブレンバスターよくやるんですけども頭が低くて速い、あー頭が低くて速いからそれも嫌ですね。関西のところマット引っ張してるの好きですね。よくやりますけどね。この表情は一番今元気の強いから山田の成功ですからね。痛い痛いのって言ったからやめちゃうんですね。そうなんだよ、だからこうやって考えずに肌が苦しまって指が上がっちゃう。いいですねこの表情が。面白い忍者スタイルより今のコスチュームの方が全然いいですね。先日の武道館からこのコスチュームでずっと戦っていってるわけですけれども、この方が本当、なんかキックをやる人って感じがかっこいいですよね。強烈に一発ミドルを打って、あーっとこのギロチンも重量感をそのまま、首を持つの形に持ってきましたけど、華麗な技っていうんじゃないですけど、面白いですね。今のね、気持ちが良くなってきて座っちゃったって感じですもんね。なんかすぐね、この活力の繋いでいくあたり、今回もしっかりこの反応がついてきたという感じがします。勝つレスリングをする選手ですよね。あー、なるほどね。というのはその辺りのイメージがね、そうですね。おお、そうですね。すごい振り上げるってところが山田選手っぽいですね。すごい、もろに顔面蹴り上げましたね。今関西の表情ちょっと映りましたけども、あーっと関西が好きなんですね。容赦なく、どうやらあの体蹴ってもらっちゃいかないんで、後頭部あたり、後頭部あるいは顔面を蹴っていきましたね。さあ、ホームの体勢、まだまだ関西の表情には余裕があります。さあ今ね、トヨタに尾崎が料理されてしまったので、関西としてはこの山田、逆にね、コテンパンにつけてやろうなんていうのを、リングに向かうのは思ったかもしれませんけども、バックドロップ、技の種類では本当に山田選手の方が多いですね。それはもう本当に動かしがたい事実って感じがしますね。しかしこの辺りは重い。いや、技の数が多い人が偉いわけじゃないですから、はい、決め方ですよね。そうですね、いっぱい技も出て、それがちゃんとした軽いパスからすぐ返そうとする。あんまりやりすぎるとまた印象薄いですからね。よく覚えてないですから、あんまり言われると器用貧乏というふうに思いますけど、ね、マンガイハーマンガイハーマンガイハー、スプラッシュマウンテンと蹴りとバックドロップはいいと思います。もう、そうですね。あとはなんかそこにいるだけで強いと思います。羨ましいですね。いや、そうですね。そしてこういう技あるんですね、スティーブ。関西選手は男のプロレスの技好きですね。結構あれですか、関西さんはプロレスファンですか。この人プロレス好きですよね。スタバとかドリブルとか見てたら、スタバとかいろいろ研究もしてますしね。本当はリアシップが素晴らしいですね。そうですね、やっぱり関西の人柄とかも聞いてきてますし、本人もそう思ってますけど、ちょっと勝ってるっていうのが意識があるんでしょうね。勝ってるっていう感じじゃないですか。そうですね、結構まとめ役みたいな感じなんですけど、結構バーッと待ってバーッと待って弱いんですよ意外と引っ込んじゃったりして、ラッキー
ではないんですね。トラップに振られて、うまく返して、あ、すごい裏もも、おっと、あ、これはうまく返していった、うん、あ、場外だ、場外だ、山田これ何をするんでしょうか。さあ、トップからプランチャー、綺麗なプランチャー、かなり上行きましたからね、ここからジャンプして、でもフランチャーなんてやってすねとかね、あまり飛んだ方がいいじゃん、大きなしますよね。マテンクロス、山田氏、攻撃、あー、ダレ式、ダレ式すごいな、持ってきた、カウント2、おっと、何を行くんでしょうか、そうですね、あー、オープンに飛んで、よく知ってますね、関西選手の方が何気なく避けてきました。あー、高角度、高角度、変身が出てきて、危ないぞ、当たり一つ一つのね、技が重いですね、関西は。あのバックドロップなんて本当にいい技だと思いますね。ビッグバットもありますね、ダイビングネットバットね、意外と飛ぶんです、この人が。柏山田もよく見ていた。本当にあのこのクラスの試合になると、あんまり絵に描いたような得意技をやらせてもらえないですね。意外と足りないですね。相手も分かってますね。そういう意味で、ね、JWP と現状の戦いがもうね、かなり成熟度が増してきて、これからどういくかというところに来てるんでしょうけれども。あ、今のエンジーはだいぶ現在、かなり効いてるですね、関西。もう一発いきますか、いった、これ3つぐらいやるんじゃないですか、倒れない関西、しかしもう一発、これかなり的確にヒットしてるんじゃないですか、4発効きましたよ、これは関西大丈夫か、危ない、中国の経過、中国の経過、関西今ちょっと表情が落ち着きましたけれども、ああ、うまい、素晴らしい、あらりあっては素晴らしく、腕がぐるっと巻きついて、あー関西、あんまり生きていたか、ね、ガリアップやるタイプじゃないんですけどね、山本選手ね、しかもね、上手ありますからね、関西よく決めました、もう一回切り返して、なんだー、おっ、エルボーですね、ダイビングエルボー、さあ、1つ目のダイビングエルボーでしたけどね、距離十分、このセンターは的確にヒットした、これでもダメ、これでもダメって感じですね、やっぱりダイナマイト関西からフォール取るっていうのは大変な足なんじゃないでしょう、普通の技じゃ取られないですよね、アリさんがラジャーをしてラジャー式の終章としてラジャー取ったというねフォールでした、あっ、これ、おあれはヘビー級の一戦でしたね、関西、ね、スタンハンセンの試合みたいですよね、あーっと、これはシャープな蹴り、あとの辺りが後頭部、そして早いタイム、危ない、おっと、危ないですよ関西、あー、今は、波状攻撃、ガンガン行くのがまだ、関西かなり効いています、どうですか、関西危ないんじゃないですか、いえ、でも、関西を使ってくれると、そうですか、あ、来ましたね、ダイビングスピン、スピンのブレーキブレーキですね、はい、オーストローブレイク、冷静ですね、本当ね、ポジショニングもしっかりと、はい、結構、今のが冷静だったんじゃないですか、このベイブさん、あーっと、リバースドリーンスペシャル、しかしそうはいかないか、うまく投げ込んだ、すごいタイムドライバー、仕方
ポーズが出たぞ。あしかし足をバタバタして、あ今足が上がったって感じですね。山田も、山田もすごい技を持っている。大技があるじゃないですか、関西選手の方で。中央ボディスラブ、何を持ってくるんですか。エルボーですかね、リバース、エルボー、すごい飛距離だ。カウントの方が甘い。Thank you.